ツイキャスは、モイカ式会社が運営する iPhone や Android 端末、PC などから手軽にライブ配信を行えるサービスである。芸能人や企業による配信も行われている。高画質放送ができるユーストリームに対して、ツイキャスは質にはあまりこだわらず、手軽に配信ができるのが特徴である。配信方法は、ライブ配信か、ラジオ配信から選ぶことができる。 配信、コメントには登録およびログインが必要。ただし、コメントを投稿しない、視聴の場合は、ログインは不要。Twitter、Facebook、Instagram のアカウントと同期する形で登録できる。かつて、日本語版では、ミクシーアカウントでも登録できたが、すでに新規登録は終了しており、ログインのみ可能となっている。また、現在は、Twicast 専用アカウントから、 ログインすることも可能。ログインにツイッターアカウントを使うことができるが、ツイッター社とは特に資本関係などはない。2020年6月から7月においてシステム更新でインスタグラムアカウントのみによるアカウントの新規作成とログインが不可能になった。インスタグラムアカウントを利用してツイキャスにログインするにはログイン画面で インスタグラムの ID とパスワードを入力し、モイからアカウント当てに来るメールから、認証番号を入手する必要がある。2018年の警察庁の調査では、ツイッターを筆頭に、ひまぶ、LINE、マリンチャットに次いで5番目に、被害児童数が多いという報告がされている。ここでは、ツイキャスオフィシャル YouTube チャンネルにアーカイブされている。 CM メガボルトを紹介していく。ありがとうございます。